どうも白石秀則です。昨日おとついと僕は、滋賀県の方に出張しておりました。老人福祉施設協議会、はい、労使協ですね。こちらの全国の施設の取り組みの発表の中から、こうよりすぐりの施設が集まって全国大会、そこで発表するいろんなプログラムがあったんですが、愛媛県松山市から車で行ってですね、うちの法人、ケアハウス重信からも発表がありました。そしてうちの法人の本部長がですね、登壇していろんな質問をね、 LINE でオープンチャットでこう受け付けて、その場で返答していくというものもあり、うちの法人の皆さんも活躍しておりました。すごく大きな規模の、もうめちゃくちゃ人いましたね。そしてこうレベルの高い、質の高いプログラムがね、行われて、いました。というわけで、昨日の夜中っすよ、明石海峡の方から帰ってこようと思ったら、高速、徳島で高速が入れなくなって、下道で2時間ぐらいロスしちゃって、帰ってきた夜中12時ぐらいだったですね。さすがに僕も久々に音楽業界いた頃を思い出しました。こう各地にライブに行ってですね、帰ってきてっていうことを思い出した、そんな日でもありました。というわけで、出先だったのでリアクションできなかったことをどん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 追いかけていきたいと今日も思っております。今日はマナティパースティックラブ竹内まりやさんですね。これもね、シティポップのですね、大金字塔じゃないですけど、まあ名曲っすね。はい、山下達郎さんしかり、まあ竹内まりやさんのこうティーポップのアレンジというね、まあ僕ハッピーエンドとかも好きだし、松任谷由実さんとかも好きなんですけど、今でもかっこいいアレンジがすごく多いです。そしてそれは錆びつかないんですね。そしてこう、まあアイル・ザ・ショータもそうですが、ショーマイナー・サベージもそうですが、シティポップ感ね、すごく今BMSG の中でもかっこよく、リバイバルじゃないですけどね、やってくれてるとこがまた痺れるなと思っております。さあ、ギターを持ってますので、どういう風なものなのか、私あまり情報入ってませんので、早速見ていきたいと思い、万太郎介です。ほんとね、ちょっとね、リアクションの方もね、俺はちょっとまた初心に帰ってね、丁寧にね、ただただね、丁寧にね、やっていきたいと思ってるんですよ。まあ言うて僕、忖度なしの、あんま解説もしない、取り柄のないリアクターなんですが、なんかね、ほんとね、ちょっと初心に帰りたいなと、このサムネイルを見て思いました、マナティの。なんかね、なんかマナティの弾き語り見た時あったな、なんかすごく感動したなみたいな気持ちになったので、まあ僕そもそも弾き語り出身ですから、はい、見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。行きまーす。アルペジオかわいい。ちょいたどたどしいやん。突然のキスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね。出会いと別れ上手に打ち込んで、時間が来れば終わる。 Don't hurry、愛に傷ついたあの日からずっと、昼と夜が逆の暮らしを続けて、流行りのディスコで踊り明かす難しいコード弾いた。覚えた魔術なのよ、 I'm sorry、 私のことを消して本気で愛さないで、恋なんてただのゲーム、楽しめばそれでいいの、閉ざした心を飾る派手なドレスも靴も孤独な友達。 I'm just playing games, I know this plastic love, there's a place to be, I know the more
just impressed to be another morning comes. ありがとうございました。かわいい。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。可愛いとか言っちゃったらダメでしょ。もっと厳しくいかないと、弾き語りの先輩としては。はい。見て、でもこれがいいよね。ザストの、このね。そして、こう、アンプがこうあって、ね、コンデンサーマイク。そして、レスポールタイプですね。レスポールタイプ、お見せしましょう。これ色違いますが、これもレスポールですね。はい。はい。でね。これカポッつって、これをねここにつけることによって裸の状態、これのキーをねここにつけることによって半音ずつ上がっていくんです。で、双方的にマナティは、僕のアルペジオはで結構この 4本使うんですけど、マナティは小指を使うタイプ。うん、こういうので使ってますね。で、弾き語りって基本でアコースティックギターでするもんなんですけど、このレスポールって結構暴れるんですよ。まあ王道のすごく歪みに向いているねギターなんですけど、これをあえて使ってちょっとノイズも走りながら、ちょっとクランチぐらいの音色なのかな。どっちにしろね、クリーンっていうかちょっと若干クランチ、若干歪みがあるような感じの音色で暴れる音の中で、こうソフトタッチで。最初はアルペジオで行って、次はというような奏法に変えていくっていうね、広がりを見せていく奏法なんですが、まあ正直すごくこう初々しいギターのアルペジオってめちゃくちゃ可愛いんですよ。そこはギターでそうなんですけど、何よりねやっぱ突出すべきはこのギターが、ちょっと例えばうまくこう結構たどたどしいっていうか難しいのよね、多分マナティの中ではね。もうひょうひょうとしてる顔だけどね、それもまあかっこいいんだけど、だけどね、それのね対比でね、歌がめちゃくちゃ安定してて、何これみたいな。普通ギターこんだけね集中持っていかれたら歌が引っ張られる、ブレるもんなんですけど、マナト君はもうそれ全然ブレない。うん、だから成立しちゃうんですよね。やっぱ歌の力がすごすぎて成立しちゃうんですよ。歌が基盤で、逆にギターがアルペジオが乗っかっていくって感じ。普通は伴奏に歌が乗っかるんだけど、バナティのボーカルにギターが乗っかってるっていうね、スーパープロのボーカルにアマチュアの可愛いギターが乗っかってるっていう、すごくなんか俺は新鮮で、こんな姿をまた見せてくれるマナトが好きっていうかさ、結構挑戦的な、これギターですよ。これエレキでアルペジオしながら弾き語りするって、まあそもそも難しいことですから、ちょっともう一回見てみようか。多分ね、竹内まりやさんのやつはこういうバッキングなのよ。わかんないけど、ああいきます。続けて流行りのディスコで
これ難しいコード。覚えた魔術なのよ。 I'm sorry。 私のことを消して本気で愛さないで、恋なんてただのゲーム、楽しめばそれでいい。これでピッチずらさず歌えるんだから、えぐいな歌詞から。派手なドレスも靴も孤独な友達。 I'm just playing。 でストロークに入っていく。これもピックを持たずにストロークしてるから難しいですよ。ここでちょっとクランチ感が出てきますよね。I'm just playing games. I know this plastic love. This depressed to be another morning call. ああ、最後のもかっこいい。ありがとうございました。最後バンってやったので分かると思うんですけど、ちょっと力をトンと入れるとボワンって音がこう飽和しちゃうんですけど、マナティは本当ね、こうギターの弾き方でも分かるんですけど、めちゃくちゃ丁寧。しっかり、なんていうの、全部綺麗に音が鳴ってる、一音一音。だから本当にこう繊細なタッチができて、アレンジもアルペジオから始まって、なんていうの、こんなから始まって、でこう右手の奏法をちゃんとこう変えていく、こう抑揚をつけていくとか、一つ一つね、丁寧に考えてるっていうのが、そこもなんかこうマナティの性格をすごく感じるっすよね。結構ねシティポップってこういうこうバッキングが入っていくんですけど、多分竹内まりやさんの方のシティポップのバッキングってこうなんですよ。ギターバッキングみたいな細かい刻みが入ってくるんですけど、こうアルペジオバージョンのこのマナティバージョンもすごくこうグルービーだから、この歌がね、だ相当シティポップ感を感じさせるんですよね。とにかくこうギターの弾き方で正確ってね、ちょっとわかるんですよ。本当に丁寧、小指まで使って繊細にアルペジオをしながら、まあリズムキープは難しい、だってそんなにね四六時中ギターできるわけじゃないんだから、けどそのリズムキープができない中で歌はびっちりリズムキープできてて、歌でこうリズムを補正しつつ、でギターはしっかり暴れるギターですからね、レスポールは。その中で最初はアルペジオでこうクリーンの音を出しながら、ちょっと強いタッチになってちょっと歪みをね出していくっていう、こうギターで広がりを持たしていくっていうね、割とねこれね、ほんとこう真摯にね取り組んでると思いますね。で結構緊張すると思いますよ。まあ昔から弾き語りしてたとはいえね、暴れるギターでね、この大名曲をね、カバーをして堂々と歌い上げるマナティ。やっぱり、まあなんせ、カート・コバーンじゃないですけども、こんだけかっこいい男の子が、かっこいい男性が、ギターを持つと絵になるってこと。そういうこと。カート・コバーンもね、ギター上手いってわけじゃなかったけど、上手い下手じゃないの。絵になってかっこよかったらそれでいいってこと。はい。というわけで今日は、マナティの、プラスティックラブカバー見ていきましょう。白石秀樹。